トーマス・ニュー・コメン、トーマス・ニュー・コメン、トーマス・ニュー・カマン、1664年2月24日から1729年8月5日は、イギリスの発明家、技術者であり、鉱山の排水のために、最初の実用的な蒸気機関を建造した。その後の産業革命の動力を担った蒸気機関の実質上の発明者とされている。この蒸気機関は、 真空と大気圧との差だけを利用した点で、大気圧機関と呼ばれることもある。プロテスタントのバプティスト信徒であり、生涯にわたって、敬虔な信者であった。確認された、肖像画は見つかっていない。トマス・ニュー・コメンは、イングランド南西部のデボン州ダートマスで生まれ、1664年2月24日に、セント・セイビア教会で洗礼を受けた。父は、 イライアス母は、サラで、一家は、金物賞を営んでおり、トマスは五人兄弟姉妹の三番目、次男であった。1678年頃からエクセタへ、金物賞の徒弟暴行に出て、1685年頃には、ダー・トマスへ帰って、家業の金物賞となっていた。彼は、コーンボールやデボンの鉱山をしばしば訪れており、鉱山産業のための機器の製造、 販売が彼の仕事の一部となっていた。当時の鉱山では、行動内の出水を、いかにして排出するかが、大きな問題であり、入庫面は、間もなく、この鉱山の排水方法の改善に従事するようになった。この頃、同じくダートマスのバプティストの廃管工で、ガラス職人のジョン・コーリー、ジョン・キャリー1663年から1717 17年と出会い、 その後二人で共同して、鉱山の排水のための機関の開発を行うよう、なった。ニューコメンは1705年に、同じく、デボン州の野農夫の娘、ハンナウェイ・エマス、ハンナウェイ・ムース1682年から1756年と結婚し、その後三人の子供を設けた。トマス・ニューコメンの曾祖,祖父は、ダートマス近隣の村の著名な教区牧師であり、 祖父の代から、バプティスト・神徒となり、トマスの父は有名な伝道者をオダー・トマスへ連れてきた、グループの一員で持った。トマスもフラーベルの下で教育を受けたと考えられる。トマス自身、地元のバプティスト教会で、神徒説教者を務め、後年、期間の仕事で地元を離れても、日曜日には説教者の仕事に専念していた。後年、彼のロンドンでの仕事仲間であったエドワード・オリンは、 著名なバプティストのジョン・ギルと繋がりのある牧師であった。1696年から1762年は10代、はじめに入メ面から説教を受け、熱心な信徒になるとともに、入メ面機関の建造を手掛けるようになり、彼の子や孫たちも、その後の蒸気機関の開発と建造に大きく関わることになった。入メ面の機関は、口述の図に示すように、 ピストンで蒸気を閉じ込めたシリンダの下場に蒸気の入り口と冷水の噴射口等を設けたものであった。冷水入り口のコックを回して冷水を噴射して中の蒸気を凝縮するとシリンダ内が真空、負圧となるためピストン背面の大気がピストンを下へ押しピストンを鎖で吊っているビーム大きなてこの一端を引き下げてビームの多端から吊り下げたロットを返して 行動艇の排水ポンプで水を汲み上げる。次に蒸気入り口の弁を開くと、ポンプの自重でピストンが持ち上げられて、シリンダーはその下のボイラから入ってくる蒸気で再び満たされる。この動作を繰り返して、ポンプを駆動し、行動の底に溜まった水を排水するものであった。この新しい機関は全体的には基地の部品の組み合わせであり、また当時の技術をうまく総合すれば、 不可能なものではなかった。シリンダとピストンは大きさは異なるがゲイリーケやパパンダが用いたものであり、ボイラ設備は大きな醸造用の銅製ボイラそのものであり、ポンプ類は以前から鉱山でよく使われていたものあった。当時の職人の手になるこれらの部品を一つの設備として組み上げたことに大きな特徴があった。個別の独自のアイデアとしては、 蒸気の凝縮に、冷水の直接噴射を用いること、弁の開閉を自動で行う工夫がされていることなどが挙げられる。少し以前の1698年に、セイバリが発明した火の機関と比べると、ピストンシリンダーを用いて、間接的にポンプを駆動する点、及び蒸気の圧力は用いずに蒸気を真空を作り出す、用途にだけ利する点で大きく異なっていた。 金物賞であったニューコメンがどのようにしてこの期間の着想を得たのか正確にはわからない。セイバリはダートマスから15マイル24キロメートルほど離れたに住んでいたため、ニューコメンとセイバリの間で以前から交流があったのではないかとの説もあるが、ニューコメンがセイバリの実験を事前に知っていた事実は確認できない。セバリが火の期間の特許を取った頃には、ニューコメンらは 上気機関の考案と施策を独自に行っていたとされ、後で、聖張りの特許を知ったニューコメンは、やむなく、聖張りの特許のもとで機関の建造に当たったと、考えられている。ニューコメンと、コーリーは、10年余りの思考と実験の末、1710年頃に、彼の機関を、ほぼ開発できたとされている。その頃、コーンボールのどこかの鉱山で建造されて、うまくいかなかった可能性があるが、 確認されていない。確認されている最初の成功した機関は、1712年にスタッフ,フォードシャー州の近くのコーニーイーグリー炭鉱で建造された機関である。そこはバーミンガムの近くであったので、鉄製品、便類、バケットなどの多くの部分はバーミンガムで作って現地へ運んで組み立てられた。その機関はシリンダーの直径21インチ。 533mm、長さ7フィート10インチ、2 3 9ル、毎分12秒ほどで動作し、1工程あたり10ガロン、45.5リットルの水を51ヤード、46.6メートル深さの行動から組み上げた。約 5.5HP 相当であった。この期間は、鉱山種たちの間で評判を呼び、イギリス及び、 ヨーロッパ各地から訪問者が訪れた。ニューコメ面及びそのパートナーによるこの発明を技術視野の LTC ロールとは技術の歴史の中で一人の人間によりこれほど短期間でこれほど最終的な形で開発された重要な発明は稀にしか見られないと評している。ダドリー城の炭鉱での成功により他の炭鉱所有者が ニューコメント関を採用する方向へ動き出した。1720年頃までに、ニューコメント、コーリー、および息子は、イングランドおよび、ウェールズの鉱山で5台から7台の機関を建造した。ほぼ確認されているものを下記に示す。科学者の1686年から1743年はグリフに住んでいて、家の近くに据え付けられていた機関を見ることができた。 数年後に自身が入管するアポンタインで入古面機関を建造した。オースソープの機関の建造とその後の運転の監督はコーリーオフ氏が行っていた。完成後の1717 17年に泊まっていた父、コーリーはオースソープで死去した。また、オースソープに成果があった少年、ジョン・スミートン、1724年から1792年は、 この機関が動いているのを見て技術に関心を持ち、後年、入メ面機関の改良を手掛けるようになった。入メ面は実用的な蒸気機関を作ったが、すでに1698年に、セイバ針が火力によって溶水する装置という広い特許を保持しており、1733年まで有効とされていた。機関の原理も形式も大きく異なっていたが、 生バリの特許はいわば基本特許であり、入古面は自身の機関を生バリ機関として建造販売せざるを得なかった。業者の接触は生バリが自身の機関の鉱山への設置を諦めた千七百五年頃に始まったとされる。この頃生バリは海軍省傷病社員会収入薬として定期的にダートマスの市長を訪れており、市長を介して 入メ面にあっていたと思われる。入メ面と聖張り、またはその代理人との間でどのようなやりとりがあったかわからないが、この前後に両者の協力関係が成立し、入メ面にとっては、それは必ずしも不本意かつ不利益なものではなかったと考えられている。入メ面自身は一切特許を取得していない。1715年に聖張りは死去し、その特許は 遺言により、未亡人が引き継いだ。それを、ジョイントストックカンパニー、火による、用水の発明の所有者団が、年金と引き換えに、未亡人から買い取った。所有者団は、その後入メ面や、その他の技術者らにより建造されたすべての、入メ面機関、建造と運転に関わるすべての特許権を行使した。入メ面自身は、その初期にのみ構成員として、名前が入っていた。 また、ニューコメンの親しい友人や遠い親戚、同じバプティスト仲間も構成員に含まれていた。ニューコメン自身による帰還建造は、1720年のホイールフォーチュンの帰還が最後となった。ニューコメンはビジネスでロンドンに滞在する日が多くなっていたが、ロンドンでのパートナーで友人のエドワード・オリンの家で2週間病床に付死、1729年8月5日に死去した。 熱病であったとされている。彼は被告京都が埋葬されている、ロンドン、シティロードのバンヒル墓地に、8月8日に埋葬された。そこは共同の地下納骨所であり、墓の正確な位置は不明である。聖バリの特許の下で、特許期限の1733年までに少なくとも104台のニューコメン機関が建造された。大部分は、イングランド、スコットランド、 ウェールズの鉱山であったが、1721年から1732年の間に少なくとも12台が、ヨーロッパ大陸のハンガリー3台、フランス3台、ベルギー2台、ドイツ1台、オーストリア1台、スペイン1台、スウェーデン1台で建造された。入庫面期間は、およそ75年の間、大きな変更なくその位置を占め続けた。 当初は、真鍮中物の,のシリンダが使われたが、やがて安価な鋳鉄に変わり、より大光景となった。また、並行して、ボイラの改良も行われた。これらの機関の建造には、ニューコメン、コーリーフ氏の他に、ポッター一族、イザーク、ハンフリーポッター他、ストーニアパロット、ストニアペラート、ジョージスパロー、ジョージスパロー、バイトン、スミートン、ホーンブラー一族、 1716年から1772年、モルテン・トリバルド、マートン・トライオウォルド1691年から1747年、など、多くの人々が関わった。ニューコメンの老いのイライアス、エリアス・ニューカマンも、機関建造者に加わった。1769年に、ワットが分離凝縮機の特許を取得し、ニューコメン機関の大きな改良を行った。その後、 1776年から燃料消費の少ないワット機関の建造を始めると石炭を外部に頼っていたコーンウォールの鈴鉱山から徐々にワット機関に置き換わっていった。ワットの改良にもかかわらず入イン機関はワット機関より安価でさほど複雑ではなかったのでワットの特許期間内の1770年から1800年の間にもワット機関より 多くの入古面積が建造された。18世紀の間にイギリス及びヨーロッパの各地で建造された入メ面機関は1500から2000台に上った。イギリスで最後まで動いていた入メ面機関は1795年にサウスヨークシャー州のエルセカー新炭鉱に建造されたもので1923年まで継続して運転され1950年代でも 運転可能な状態であった。1920年にロンドンに設立された科学史の学会は、ニューコメンの名にちなんで、ニューコメン協会という名前になった。ニューコメン協会は1922年より、機関紙トランサクシャンソフ・ザ・ニューカマン・ソサイティを発行し、その後アメリカなどにも、支部、合衆国ニューコメン協会が設立された。 初期の入庫面機関の構造を渦に示す。機関は、ボイラー A、シリンダー B、ピストン D からなり、ピストン D は、ピストン捧げ E と鎖により、木製のビーム F につながっている。ビームの他方の端 H は鎖を介して排水ポンプの防藍につながっている。排水、ポンプはピストン式で、当時は、ポンプピストンが上昇する工程で下方から水を吸引し、同時に、 髪型へ用水する構造のものが使われていた。ポンプ側には必要に応じて、重り、径を付加して、ポンプ側を重くしている。入メ面機関の動作は次のようになる。入メ面機関にはいくつかの技術的工夫がされていた。その主なものを下記に示す。優秀な技術者であったジョン・スミートンの成果は、コーリーが機関を建造運転したオースソープの近郊にあった。 入メ面機関を見て育った彼は、その後、土木工学、機械工学の広い分野で活躍し、水車や風車の大幅な性能改善などを行った。入メ面機関についても、イングランド各地で稼働していた機関の寸法や性能を調査し、また、自らも、オースソープの自宅近くに実験用模型機関を建造するなどして実験し、 機関の寸法と出力の関係、最適な寸法を非等を系統的に調べ、その結果を詳細な表にまとめた。彼はそれをもとに、1772年に、ノーサンバーランド州、ニューカースル近郊のロングベントン炭鉱に、巨大な機関を建造し、1775年に、コーンウォール州、チェースウォーター鉱山にさらに巨大な機関を建造した。 後者の期間を図に示す。この期間は、性能及び大きさの点で最大の入庫面期間であり、シリンダ計72インチ、1.83メートル、高低長9フィート、2.74メートルで、毎分9行ほどで動作した。ビーム長さは27.3フィート、8.33メートルであった。ポンプは、直径16.75インチ、0.425メートル、 で、リフト102フィート31.1メートルのものを直列3段に用いて306フィート93.3メートルの深さの縦孔から毎分123.9立方フィート3.51メートルの水を排出した。補助ポンプ駆動分も含めてピストンにかかる荷重は31140ポンド14130キログラムであり、 動力は 76.5HP であった。ボイラは同じサイズのものを三貫並列に用いていた。基幹建屋は36フィート、11メートル20フィート、6.1メートルで、ビームの支柱壁、株厚さ10インチ、上部厚さ5インチを含めて、すべての壁面は加工岩ブロックを用いて作られていた。彼は、ピストンの下面を木で覆って、放熱を防り、 冷水噴射量の精密な制御を行い、部分負荷性能向上も含めて、ありとあらゆる改良を行った。スミートンをはじめ、多くの発明家や科学者が、ニューコメン機関を改良し建造したが、ジェームズ・ワットが1769年に、分離凝縮機の改良を行うまで、原理的な変更は行われず、基本的な部分は、当初のニューコメンのアイデアのまま産。 四世紀間使われ続けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。